怪物を手なずけた人間と派手な身なりの大男が神の軍勢と戦っている。報告を受けた前田利家は困惑していた。妙な話だが戦力になれば心強い。利家は仲間を連れてその地へと急いだ。利家、わらわもこの戦に加わるぞ。あの生き物と太刀になれる者がいるとはすごいの。わらわはその者と太刀になりたい。まあそいつも気になるんだけどよ、俺は腕の立つ派手な大男の方が気になってんだ。もしかしたらあいつかもしんねえ。教えよ、あいつとは誰じゃ。知り合いか、それとも家族か。知り合いでもあり家族でもあり、俺の目指すもんでもある。おお、それはきっと大人物なのじゃ。わらわはそんなものともダチになりたいぞ。早速会いに行くのじゃ。おいおい、ダチってのは多けりゃいいってもんじゃねえだろ。ってもう行っちまったか。なんだかな。夫人から察するに、邪魔だ。敵の狙いは中央の砦みてえだ。邪魔だ邪魔だ。ってことは仲間にすべき者らは砦のうちにおるということじゃ。急ぎ助けに行くぞ。天を舞う。だから押されているだと。邪魔だ。人間どもの新手か。服従せぬならともどもに一掃するまで。服従かしかってか。何様だ。あいつぶっ飛ばして金利手門を教えてやろう。やれやれ、発行よっ。敵将撃ちんだよ。力負けするなって刑事。噂の派手で強えやってな。やっぱてめえか。おお、地獄かい。こんなとこで会うなんぞ奇遇だね。来てるとは思ってたが、こんなとこにいたのか。たく、相変わらずのはぐれ雲だな。敵将、後ろだよ。もう勘弁してやる。蹴散らしてくれ。やるもんだね。やれやれ。はあ、邪魔だ。空飛ぶ獅子なのじゃ。かっこよいの。かわいらしいの。たまげたぜこりゃ。怪物が味方についてるって本当だったんだな。ここにはいろんな仲間がいるんだ。俺みたいなはぐれ雲の家族扱いさ。おい刑事、そっちは大丈夫か。何だおめえら、刑事の友達か。って、俺は前田利家。刑事と同じ前田家のもんだ。こいつが世話になってるってな。礼を言うぜ。わらわも刑事の仲間じゃ。共に戦ったゆえ勝ちと言ってもいいかの。打ち取ったり。私は祝う。仲間が増えてくれて助かるよ。一緒に人差し回してもらえる。まだまだ敵がいるからね。はい、私は大王を猛かく。おめえら手を貸してね。あいつらいきなり襲ってきやがったんだ。行きますよ。はい、よっ、それよっ、おい、はい、さあ、気持ちのいい暴れっぷりさね。ほれぼれするよ。
ほほ、ありがとうよ。あんたに褒められるか、男妙に尽きるね。この猛角、暴れっぷりなら刑事に負けてね。見ててくれ、母ちゃん。見上げた野郎だぜ、お前は。嘘だ、俺が負けるなんて。やっぱ刑事のこと、ずいぶん信頼してるみてえだな。なんだ、もう家族みてえなもんだからな。おめえが刑事の家族なら、もうわしとも家族だ。何者か、何をしたかなんて関係ねえ。わしの家族だったら、死ぬ気で守ってやるだけだ。しゃあ、砦の周りの敵は片付いたな。三子を一つ、敵の親玉叩いて出てってもらうだけさ。あんた、敵陣こじ開ける準備はできたかい？おうともよ、このでかいのならどんなもんでも一発よな。敵の本陣まではわしらが守ってやる。頼んだぜ、でかいの。天まで駆ける、邪魔だ。あそこはドクルマだからな、東から回り込むんだ。あたしらは慣れてるから平気だけど、あんたたちは気をつけな。邪魔だ。わしらは敵の親玉を踏みつぶしてくれ。その間ここはこいつらに守ってもらうぜ。邪魔だ。共に敵めらを撃ち抜こうぞ。いいよ。怪物に任せちまうのかよ。どうともよ、あいつらはわしの家族だからな。あいつらがこの辺に現れてからずっとわしらは一緒に戦ってきた。それだね、討ち取ったよ。空飛ぶ獅子らはかわゆいの。この子らと共にわらわも砦を守ろうぜ。よっしゃ、守りはお前さんたちに任せた。俺は気の赴くまま進ませてもらおうか。邪魔だ。あんたらに戦人がいるのか。邪魔だ。こんなんじゃ肩慣らしに暴れやしね。敵を撃ち抜こうぞ。はい、よし。とっ、増援攻、増援攻、奴は危険だ。さすがは刑事だ。あいつが暴れてるってだけでこっちの敵もどんどん向こうに行っちまう。騒がしい奴がいるようだな。とっとと数で黙らせろ。敵さんにやっと保護者を入れなすってね。にしてもこのダム、随分俺を買ってくれたもんだね。刑事が敵を引きつけてるおかげもあって、あと少しだな。いや、ああとだがよ、三子、その刑事も限界じゃねえか。誰かあいつの様子を見に行ってくれ。承知した。ぜひともよろしく頼むよ。はい、はい、おじむやるぞ。やめ、見上げた野郎だぜ。お前は軍の規範に従わず一人でフラフラ、我が機関ならば厳罰に処しているところだ。戦いってのに規則なんぞないぞ。追い詰めるためには手段を選ばない。邪魔だ。このままではまずい。囲まれてるみてえだ。このままじゃあんたの仲間がいなくしたいね。すぐ助けに行くよ。奥の手だ。あんた随分つらそうだな。そんな生き方きつくない。もちろんつらい。だから待っているの。憎い男を消して悪夢を終わらせる日を。よくわからぬね。美しいのに優しい女子なのじゃ。
あいつら、うん、ヒルヤバックマンのところまで助けようったら、しかも何の迷いもなくよ。えい、ほらあんた、蹴散らしてしっかりしな。かたじけない、邪魔だ、邪魔だ、これで大丈夫だな。ほらほら、邪魔だ。怪物を連れてここに向かってきて、あの図体を使ってモンガを壊す気か。小ザキ、潰してしまえ。ここまで来たってのに邪魔しやがって、ぶっ飛ばされたいのか。ここは俺たちに任せてくれ。モンガクはこのまま敵本陣の門を頼む。するよ。こっちも派手にやってね。武器もやっぱり歌舞伎の場。刑事、西で好き勝手暴れてたんじゃねえのかよ。おかげで助かった、ありがとよ。インドクルモンスやるね。あんたからは一本通した憎しみたいな人間だよ。それが我が指導、貴殿相手なのに武器戦いとなりそうだ。やるもんだね、私も負けないよ。見上げた野郎だぜお前は。本当来てくれたのかい。ほら一世一代の戦場だ、パーッと咲かせようか。言われるまでもないわ刑事。この竜と雲とで合力し、連中を打ち払おうぞ。やれよ。そっちたちのことをもっと知りたい。欲しいよ。猛角の申す家族とはどういうことじゃ。まどろっこしい言葉なんかで語るもんじゃないよ。うちの人の背中見てな、じきに分かってくるさ。おお、宿屋がかっこよいということは分かったのじゃ。ついたぜ。おい、ぶっ壊してくれ。あの子やるもんだね。次は私たちが決める番だよ。よっしゃ、ぜひともよろしく。攻め込め、赤いずらしての親玉をひねり潰しやがれ。あんたこそ真の三国武装さ。本気で神に盾つこうというのか。矮小な人間の分際で。神だかなんだか知らねえが、この猛角様が君にさっぱり平らげてやるぜ。火の神の末裔も相手になるよ。この手だ。さあ燃えちまいな。神様相手に戦えるとは男冥利に尽きるね。そう楽しもうか。一緒に思想をつかせただと、この屈辱永遠に忘れんぞ。一見落着ってやつだな。猛角、シクユ、あんたらの神技見せてもらったなあ。俺たちの仲間に会ってくれねえか。トシエの仲間か、いいぜ。よし、あいつらも。この子たち野生が恋しくなったみたいだ。気をつけて帰りな。元気で暮らすんだよ。改めて皆にお願いするぞ、どうかわらわたちの仲間になってほしい。水くせえこと言うんじゃねえ。わしらはもう家族だ。おめえたちのことは全力で守ってやるぜ。そういうことさね。困ったことがあったらいつでも頼っておくれよ。猛角たちはどこまでもかっこいいのじゃ。まさに天
下無敵の夫婦じゃのう。なあ、その家族ってやつにはこの天下御免の歌舞伎者も入ってるのかい。当たり前だろ。おめえはそうだな、わしの弟みてえなもんだ。俺が南中王の弟かい。はははそれいい。お嬢、頼もしい親戚がまた増えちまったな。ケチてめえ、この状況を楽しみやがって。まあいい、みんな無事でみんな仲良くなれりゃ俺は別に文句はねえよ。わらわも文句などあろうはずがない。トシイエも猛角もシクユウもケイジもみんなわらわの家族。家族は多ければ多いほど賑やかで楽しいのじゃ。大王猛角、乱世を平らげてやるぜ。火の神の末裔シクユウ、派手に燃やすよ。ど派手にかぶこうか。よろしおすなぁ。